関広子7月30日から2008年5月11日は日本の女優、声優。東京都出身。母親は声楽家の関種子。夫は関西流能学士の関西敏夫。自由学園卒業。劇団俳優座出身。卒業後は劇団青年座立ち上げに参加。1969年に関西敏夫と結婚。 その後、名の会を立ち上げた。事務所は、小木育子事務所に所属していた。脳をはじめとして様々な舞台やドラマなど数々の作品に出演。朗読、語りの第一人者として活躍し、朗読指導にも力を注いだ。源氏物語全館を平安時代当時の発音で朗読した CD を自主制作。1981年には、 近松門左衛門の原文での語りで、第16回、木の国や演劇賞を受賞した。2008年5月11日、肺炎のため死去。78歳没。特技は、朗読、の日本舞踊。ABCDEFG、日本タレント名鑑 VIP タイムズ社、2002年4月1日、697ページ。 ISBN 978から4から990万1242から0から5。関広子さん死去女優。古瀬俊年氏の妻2013年9月28日。閲覧。魔女の卓球便金曜ロードショー。2016年6月4日閲覧。紅の豚。金曜ロードショー。2016年6月2日閲覧。ありがとうございます。